皆さんこんにちは。優しいリブレオフィス講座。今回のテーマは、宛名ラベルの作成となります。宛名ラベルですね。この様々なメーカーから多種多様なサイズの製品が発売されているんですけども、このサイズをですね、リブレオフィスに対して、設定を行うための手順、それから、作成したラベルへの差し込み印刷を行うための手順をご紹介していきたいと思います。ご用意していただくものとしましては、まずラベルのサイズですね。これは購入されたラベルのパッケージに必ずこの製品のサイズが記載されていますので、こちらを準備してください。で、もう一点が差し込み印刷を行うための宛名データですね。この2点をご準備いただきたいと思います。そうしましたら、まずラベルのサイズの作成ですね。新規作成、ファイルの新規作成のラベルとメニューを選択をしてください。で、そうしますと、サイズを入力するためのウィンドウが表示されますので、このラベルのサイズを参考にしながら数字を入力していきます。で、まずですね、横の間隔という欄なんですが、こちらは、このラベルの横幅と、それから、ラベル、隣の横のラベルとの間のこの余白の数字の合計を入力します。このサンプルですと、9.27 ですね。が、こちらに入力する数字になります。9.27。同じく縦の間隔は、ラベルの縦のサイズプラス縦方向の余白のサイズを入力します。サンプルでは余白がありませんので、ラベルの縦幅 4.23 をそのまま入力します。 4.23 ですね。続いて幅、こちらはラベルそのものの1枚あたりのサイズを入力します。サンプルですと 9.02 ですね。同じく縦のサイズ 4.23、 ラベル自体の縦のサイズを入力をします。で、続いて左余白、こちらは用紙の左側の余白、この部分のサイズですね。サンプルですと 1.65 を入力します。で、同じように上側の余白を入力します。サンプルですと2センチですね。それから、このラベルが1用紙あたり、何枚含まれるかという数字。まず列方向の数字ですね。1、2列ありますので2と。続いて行方向。行方向にはサンプルでは、6枚の用紙がありますので6と入力します。で、最後に、この用紙のサイズですね。A4 用紙の製品が多いと思いますが、A4 用紙ですと横幅は21センチになります。で、同じく縦幅は A4 用紙の場合は 29.7 がここに入力する数字になります。はい。これで、サイズの設定が終了しました。で、せっかくですので、このサイズ設定をですね、LibreOfficeに保存しておきたいと思います。保存ボタンを押していただいて、製造元の名称と、それから、この用紙の製品の型番ですね。こちらを入力して OK を押していただくと、次回、同じ用紙設定を呼び出して使うことができるようになります。で、続いてですね、一つ重要な設定を行っておきます。オプションの中の内容を同期させるというチェックですね。このチェックを必ずオンにしておいていただきたいと思います。ここまで設定が終わりましたら、新規ドキュメントを立ち上げます。そうしますと、ラベルのサイズが設定された新しいドキュメントが立ち上がります。では、次にですね、この用紙に対して差し込み印刷の設定を行っていきます。入から
編集、データベースの交換と選択してください。で、続いて検索というボタンを押していただいて、そして、アテナファイルの一覧ですね。アテナが含まれている ODS ファイルを選択します。そして、ファイルの中のアテナが含まれるシート名を選択をしましたら、指定ボタンでこれを決定します。続いて、表示データソースと選択してください。そうしますと選択したアテナデータの内容が表示されますので、で、データの項目名の部分ですね。こちらをマウスでドラッグをして、そしてアテナラベル内にドロップします。郵便番号が入りましたので、続いて住所もドラッグをして、最後に氏名をドラッグします。で、これで一応差し込みする項目が入りました。で、続いて、必要な設定を行っていきます。先頭に郵便マークを入れて、少し行を下げておきましょう。で、行の先頭位置も少し端から離す形で、字下げを行っていきます。で、宛名ラベルですので、ここに様を入れておきましょう。はい、これで一応、書式が設定された形になるんですが、最後にですね、もう一つ設定があります。挿入のフィールドの、その他のフィールドですね。この中の、データベースというタブの中の次のレコードというフィールドですね。こちらをワンクリックで挿入しておきます。これ何のための設定かと言いますと、一応これで、フィールドがちょっと見えにくいんですが、先ほどの次のレコードというフィールドが設定されていたものが、少し小さいですが見えますね。で、これどういったものかと言いますと、1用紙あたりに複数の、宛名を入力することになりますので、で、こちらでこう次へと入れておくことで、1人目、2人目、3人目というふうに、データが送られていくんですけども、これを入れておかないと、1ページあたり同じ人がすべて印刷されてしまうということになります。ですので、1人ずつ、1枚あたりに1人ずつを印刷するために、この次へというフィールドが必要になってきます。で、ここまで設定が終わりましたら、ラベル書きを同期するというボタンを押してください。そうしますと、すべてのラベルに対して同じ、内容が反映されます。続いて、差し込み印刷を行っていきたいと思います。印刷ボタンを押してください。そうしますと、差し込みの実行を聞かれますので、はいを選択します。そうしますと、差し込み印刷用のウィンドウが表示されます。このまま直接プリンターに印刷をしてもいいんですが、今回は差し込みをしたものをファイルに保存していきたいと思います。ファイルを選択をしまして、OK をクリックしてください。そうしますと、作成したファイルの保存先を聞かれますので、こちらにファイル名を入力します。名称を入れて保存ですね。そうしますと、カウンターが表示されまして、これでラベルが出来上がっております。こちらを開いてみますと、はい、1人目、2人目、3人目というふうに、ラベルの中に1人ずつが挿入されていることが確認できると思います。ここまで来たら、もう一度、この印刷を行うと、実際のプリンターにですね、印刷を行うことができます。
このように、ラベルの印刷、ラベルを作成することができますので、皆さんぜひ挑戦してみていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。